外交部が台湾民主基金会及びアメリカの対台湾窓口機関アメリカ在台湾協会 AIT との共催によるインド太平洋地域宗教的自由保障公民社会対話は11日午前に始まりました。 蔡英文総統は開会式で宗教的自由は民衆的生活を送っている台湾にとって必要不可欠な要素になっていると強調宗教的自由が迫害されまたは脅威にさらされている地域が少なくなく台湾は権利が奪われアイデンティティが抹殺され生き方を脅かされるつらさがよくわかるため彼らと共にあると述べました 蔡総統は「我々は先制政権に圧迫され宗教的自由を奪われた人たちと共にある」「だから我々は理念が一致している国々との協力を強化し価値観と信念を基礎としてパートナー関係を築き共に宗教や人種の違いによる恐怖迫害もしくは亡命することのない世界を作ることに力を尽くしている」と表明しました。 台湾では大きな宗教組織からコミュニティにおける小さな寺院や病皆尊重され法律に守られていると評価し台湾のように多くの宗教組織を生み出し国境を越えて社会奉仕をするところが非常に少ないと称えましたまた AIT は年間を通じて台湾関係法制定40周年を祝う今回の対話は双方が価値観を共有する証しだと指摘しました クリンステンセン所長は今年毎月台北関係に関する特定のテーマを選んでイベントを行う「3月は価値観の共有」「本日の対話はこの価値観共有マンスのマイルストーンだ」と説明しました。 台湾民衆基金会のソカジ華前統治長は台湾はインド太平洋地域の宗教的自由の交流プラットフォームになることを喜び宗教の自由度が高く民衆主義と人権を重視し地域の平和と安定確保に努める台湾は今後も国際社会に貢献したい今回の対話は宗教的自由への関心を喚起するためだ」と述べました。